はい、皆さんこんにちは、えなつです。今日はですね、渋谷文化村ギャラリーの帰りに、中華そばこよしさんというね、文化村の近くの、ラーメン屋さんに来て、晩ご飯を食べました。この動画をね、こう見ていただく通り、この赤いスープ、今日はですね、辛いラーメンを選んでみたんですけれども、これね、見た目ほど、なんていうんですかね、思ったほど辛くなくて、あとね、脂っこさもそんなにないんですよ。ただですね、武士系、魚介系の味がかなり強めに出てますので、そこはね、好き嫌いが分かれるかなと思います。で、私ね、この卵ご飯が大好きで、これ以前店がね、風来居さんのお店で、三等家さん系の塩豚骨かなのお店だったんですけれども、またね、ちょっと系列で変わりまして、でもこの卵かけご飯はずっと残ってたんで、よかったです。でチャーシューを食べて、まあチャーシューはね、意外と普通な味なんですけど、まあでも美味しいですよ。で、この卵こうやってシャカシャカシャカと混ぜていただくんですけれど、このなんていうんですかね、この箸の隙間からこぼれ落ちるぐらいのこの卵のこの伸びいいですね。これがすごく大好きで、僕は文化村の個展の時はね、よくこのラーメン屋に食べて行ってました。この卵かけご飯が残っていてよかったです。で、そしてまた麺をするんですけど、これね、唇がとんがっちゃうのは背広にこのスープがかかんないようにするために、太麺のね、こう縮れ麺なんでね、結構下手なすり方するとね、跳ねちゃうんですよね。だからそこを気をつけながら食べてました。ね、このまたチャーシューをいただくんですけれど、もうね、今度はチャーシューと麺を一緒に食べる、ね、この同時にこう、なんていうんですか、口の中に入ると、なかなかうまいじゃないかってこう眉の動かし方してるんですけど、そう、こんな感じでね、ハーモニーがね、やっぱり素晴らしいですよね。今回ね、文化村のスタッフさんにね、えなさんグルメ動画またあげたらどうですかって言われて、まあ、それで帰りにね、ちょっともう調子に乗って撮っちゃおうかなと思って撮っちゃったんですけれど、まあ、こうやってね、単体のラーメン屋の紹介でもまあいいかなと思って、これからもね、こうちょこちょこ上げてって、グルメの方で再生数を稼ぐという、そんなことをちょっとやってみようかなと。で、これね、私スープね、最後の方癖になっちゃってちょっと何回も飲んじゃったんですけど、やっぱりね、塩分ちょっと強めなのか、後でものすごい喉が渇きました。トマトジュースの 350ml の缶ですね、5秒で一気飲みしてしまうぐらい喉が渇いちゃって、まあ、今ね、こうやって飲み終わって落ち着いたところなので、こうやって動画編集してます、はい。でね、もうこの最後ね、このなんていうんですか、辛いですからね、こうだんだんこう汗が止まらなくなってきますし、鼻水も出てもう大変な状態なんですけど、こうやってもう熱い熱い、もう我慢できないっていう感じになって、でこう見てください、このネクタイのところにまでね、汗が滴ってしまって、でこう最後ね、こう水をグググググっと飲んで、うわー、生き返るって感じで、最後ね、こうなんとかこう締めたんですけど、はーってこうもう生き返った感じですね。はい、と思い寄せてごちそうさまでした。ということで、渋谷ね、こよしさん、ぜひ皆さんも食べてみてください。それではさよなら。